あ、どうも、ゆっくり山荘です。今回も動画作りに行ってきます。失礼します。今回の動画は何作りましょう？なんでそこからなんだ、いいから入ってこい。いやーなんか私の世界って幅3ブロックまでかなって勘違いしてました。まあいい、今回の動画なんだが、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲は禁止。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲は禁止ですね。わかりました。でもあんまり禁止にするのも悔しいから男性器は出すように。いや意味わからないです。ああ、男性器の模式図を出して解説を行うように。なるほど。下ネタではなくきちんと学問的に解説します。そうだ、それなら規制も問題ない。学問だからな。わかりました。そう言われると思ってもう作ってあります。素晴らしい。早速見てみよう。陸上自衛隊によれば、陸上自衛隊員14万8000人のうち男性は 95.3% です。つまり陸上自衛隊のほとんどの人が男性器を有すると言っても過言ではないでしょう。あ、自己紹介するのを忘れていました。自称自衛スガでも有数の男性器知識を有するゆっくり山荘です。今回は陸上自衛隊員のほとんどの方がお持ちである男性器について簡単に説明します。男性器を模式化したものです。こいつの仕事は大きく排尿と生殖です。まずは排尿から。この部分が膀胱です。個人差が大きいのですが250から 600ml 貯めることができます。200ml くらい溜まると尿意を感じ始めます。尿が溜まっても2種類の筋肉で尿道を閉鎖しているので安心です。一つは脳が自動で閉鎖し、もう一つは任意に閉鎖解放できます。大脳がやられちゃうくらいで萎衰すると失禁してしまうのはこのためですね。次は生殖です。この部分が精巣です。精細胞を元に精子を作ったり、男性ホルモンの分泌を行っています。とても大切なところなので強い皮膜に覆われています。しかし 50kg 程度の圧力がかかると潰れてしまいます。今想像して震えた人、正常な反応です。時間がないので残りを一気に解説します。ここが性病剤です。性液や薬剤や尿様子はまだあります。症状がありません。ここは遺伝子が取り出し、アルカリ性脂肪や眼光化の遺伝子はみんなの性症はまずは性自体からより尿に程度調査を起こります。ちなみに射精は交感神経によるものです。なので緊張しすぎると勃起しにくいのにすぐ射精という現象が起きます。他にもまだまだ伝えたいことはあるのですが、時間がないので質問があればお願いします。素晴らしい。これなら投稿しても問題ないだろう。こんなふざけたシリーズにもかかわらず、この動画だけは大学病院の看護師が監修しています。それでは早速投稿してくれ。わかりました。失礼します。お前今回いなかったな。動画使い回しってバレるだろ。広告メッセージをいくつか紹介します。半信半疑だったんですけど、この動画で彼女ができました。この動画を見て身長が5センチアップしました。この動画のおかげで宝くじが当たりました。この動画のおかげで永遠が変えられました。他にも数々の幸運があったとのコメントがありました。今回の動画は以上です。例によっておまけもあるのでお時間に余裕のある方はどうぞ。おまけ。あれ、ロード画面ってこんなんだったっけ？あ、どうもゆっくり山荘です。2013年のバージョン 1.7 から一気に 1.16 にワープしました。いやなんですかここ。さて、序盤の作業なんて皆さん100回くらいは動画で見てると思うので早速コメント返しをします。実際、山荘ってどれくらい偉いの？これだけあるうちの、ここです。ようやく正社員になって仕事がそこそこできて、部下の面倒も見るくらいの立場でしょうか。ちなみに2位、3位くらいの人よりも1層、2層の人の方が怖いです。S って具体的にどんなことしてると思いますか？どうなんでしょうね。わからないですけど、ピーするんでしょうか。でも暴力じゃなくて M の人の気持ちを考える S の人がいいですね。鳴らしの的な S の人のことを言ったら A 内でないはずのインターホンが鳴りそうで怖いです。自衛隊員爆発しろ。いいんですか？爆発しても、自衛官だけでも22万人以上いるんですよ。爆発する日が日曜だったらそこら中自衛官だらけです。一般人が巻き込まれることになりますよ。さらにはこの方は自衛官ではなく自衛隊員と言っています。自衛隊員には官僚や事務官、機関、自衛官候補生、各種予備自衛官、防衛大学や高等工科学校の学生なども含まれます。つまりはこれらの自衛隊員が爆発したら巻き添え含めてとんでもない被害になることでしょう。それでもいいんですか、爆発しても。航空自衛隊人って自衛隊のヘリを使ってバカンスするって聞きました。本当ですか？マジかよ。空自最低だな。まずバカンスっていうのは主にフランス人の長期休暇の過ごし方らしいですね。数週間にわたって海沿いのリゾート地や田舎暮らし、キャンプなど思い思いの過ごし方をするらしいです。空自がヘリを移動手段に数週間バカンスするってことは、もちろん燃料補給のタンクローリーや、整備機材を持っていかないといけないですよね。さすがに軍用のヘリをノーガードで数週間放置もできないので警備の人員や武器、設備なども必要になります。っていうことはもう指揮所とか立ち上げないといけないですし、この時点でかなりの人数になっていて、この人たちへの食事を作る人員や設備も必要になっていきます。あれ、もうこれいつも陸上の航空科がやっている訓練じゃないですか。やだー。ちなみに空自にこういったことができる能力はありません。海と空は〇〇基地っていう名前で、陸は〇〇駐屯地という名前です。これは有事の際に海空は基地をベースに戦うのに対して、陸は駐屯地ごと全部を引っ越しして最も有利な場所に展開するのです。ですから自衛隊でヘリを使ってバカンスができるのは陸自だけ。夏の山でキャンプがしたい人はぜひ陸上へお越しくださいませ。そしていきなりですが、自衛隊あるある第2弾です。前回同様、あるある、ねえよ、知らねえよ、でお答えください。それでは行きます。自衛隊ではリアルに、布団が吹っ飛ぶ。もうこれは定番あるあるだと思います。自衛隊の布団は一人で勝手に人形になってたり、外に出かけたり、数十人分が一箇所に集まっていたりします。次、カップラーメンにお湯を入れると、何らかの呼び出しがかかる。これは公安系あるあるですね。カップラーメンにお湯を入れ終わると呼び出されることは多いです。しばらくして帰ってくるとデロデロの麺だけになったものがあるんです。でも疲れているのでこれがなかなか美味しい。皆さんもやってみてください。次。軍オタ、ミリオタの中に、陸士にやたら偉そうなくせに、幹部にヘコヘコするやつがいる。これは何なんでしょうか？階級証見て階級わかるって言いたいのでしょうか？年齢によるものなのかなって思いましたが、若い幹部にもそうするのでよくわかりませんね。さて、皆さんはいくつあるあるとなったでしょうか？動画と全く関係ないこと話してたら仮拠点が出来上がりました。初期の拠点は地下に限りますね。少し狭いので広げましょう。こんな感じかな。あとはこれを3つほど並べて。ああそうそう、よく見る光景だ。なんかよくわからないけど一例しないといけないのかなって思いますね。地下掘ってたら見たことない鉱石がありました。どうみたいですね。約8年分のアップデートが一気に来たので知らないことだらけです。お、奥には緑色の新しい鉱石がありました。って思ったらこれもどうでした。空気に触れていると変色するようです。細かいですね。ってこの時は本気で思っていたのですが、これは今入れているモッドです。最新バージョンにしてかつモッドも入れているので、何がバニラで何がモッドなのかよくわかっていません。数年ぶりに鉄を精錬しました。そして一番初めに作るのは鉄防具でもピッケルでもなくトロッコです。なぜならこれは自衛スガのマインクラフトだから。そして次に作るのはレールです。あれ、どうやって作るんだっけ？数年前の記憶が蘇りません。同時並行して小麦を作りましょう。だんだんと記憶が蘇ってきました。着々と準備が進んでいます。ああそうそう、こんなんだった。さっきのは逆でしたね。よし、あとは小麦ができれば準備完了です。小麦ができました。そして早速いらっしゃいました。あ、こちらです。足元が悪いのでお気をつけください。すっかり暗くなってしまいました。さあさあ、こちらです。この中です。ああ、大丈夫ですか。これに乗ってください。痛い、痛い。ああ、すみません。すぐにどかします。お願いします。もうここから出してください。そうそう、そのまま机まで行ってください。いい感じです。レール壊しちゃいますね。ちょっと横失礼します。なんなんですか。もうやめてくださいよ。おはようございます。おはようございます。違いますよ。そこはおはようって言ってもらわないと。あ、もしかして。専用失礼します。おはよう。おはようございます。早速だが今回はクリエイトというモッドをプレイしてもらう。そうそう、そういう感じですよ。お前舐めてんのか。ああ、すみません。失礼しました。それでどんなモッドなんですか。水車だの風車だのを動力にして、歯車回していろんなからくり作って、自動化したりなんなりってモッドだ。モッド選定理由としては、工業モッドなどは遊び尽くされて新規参入が難しい。このモッドは日本においてはプレイ動画がほとんどない。すごい細かく解説してる動画はあったが、というわけでまずはお前の作ったしょぼい小麦畑を自動化しよう。わかりました。失礼します。レシピとか思い出すのも覚えるのも無理なんでもっと入れました。これよく他の実況でも見るので解説不要ですね。あとは有志の方が翻訳してくれたリソースパックも入っています。大変助かります。小麦を自動で収穫するのにはこのメカニカルハーベスターってやつがいるみたいですね。リニア車足を骨格にしてぐるぐる回せば自動で回収できるっていう仕組みです。いろいろ調べたところ初期にしてはまあまあ多めの素材が必要でした。久しぶりの階段掘りで資材集めに行きましょう。資材集めも皆さん1000回は見てると思うのでニュースのコーナーです。こんにちは。自衛隊のニュースを一般人の目線から語るニュースそうそうそうの時間です。時事 .com の記事を一部引用してお伝えします。陸自、トイレットペーパーを今でも自費購入。あとは一時停止してお読みください。今回は陸上自衛隊のトイレットペーパー事情に詳しい一般人のゆっくり参照をお呼びしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トイレットペーパー自費購入とのことですが、どのようにお考えですか？令和の時代にまだ自費購入してる部隊があったことに驚きました。記事では2020年度上半期の調査で陸自の 1.4% の部隊が自費購入してる例があったようですね。まだ私のレベルが低かった頃はトイレットペーパーが足りなくなって買いに行かされたことがありました。ただ最近はそんなこともなくトイレットペーパーをはじめ各種物品はそれなりにきちんと入ってきてると思います。どうして陸自のトイレットペーパー事情はたびたび国会議員を巻き込んで騒動になるのでしょうか。以前もトイレットペーパーと F35 どっちかならトイレットペーパーを買うといった発言がありましたね。もちろんそのままの意味じゃなくてそれくらい処遇改善に努めるというありがたいお話なんですが、私の後輩はケツ拭くの我慢するから F35 増やしてくれと言っていました。あ、死にました。F35 買うのに20億以上かけてますから全自衛官数年お尻を拭くのを我慢してやっと買えるくらいですね。なるほど。今回は陸上自衛隊のトイレットペーパー事情に詳しいゆっくり一層に解説していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。っていうかなんですかあれ、水で満たされた洞窟が存在するんですね。作物を回収するメカニカルハーベスターだったかを作るのに鉄インゴットを板にする必要があるみたいです。その板を作るのに今見ているメカニカルプレスが必要です。設置場所はここでいいか、アイテムの置き場所であるデポっていうのを下に置いて、あとはここに動力をつなげましょう。今回は水車にしたいと思います。初期でも低コストで作れて水流を動力にするので維持にコストがかかりません。せっかくなんでガラスにしましょう。水車とか歯車がぐるぐる回るのはロマンがあると思うんです。よしできた。あとはここに水を流せば動き出すはずです。ここに作ったら邪魔だろ。仮設置なんで大丈夫です。じゃあ水流すんでみててくださいね。うおおできた。全然大したことない機械ですが、すごい嬉しいです。鉄インゴットを入れてみましょう。これどうやって置くんだろ。投げるのでいいのか。うおお、潰れる。周囲の安全よし。鉄の板ができました。自衛官なら電源入れたままプレス機に手を突っ込んでも大丈夫。これどうやって取り出すんですか？あ、土と引き換えに取り出せました。なんかできた。草の道、まさに私が極めるべき道ですね。その後もガンガン鉄をプレスしたり、羊毛を買ったりして資材を集めました。この辺りに風車を動力源とした自動小麦収穫機を作ります。まずは骨格になるリニアシャーシを置いて、動力源の風車ベアリングを置いて、収穫してくれるメカニカルハーベスターを置きます。資材集めができずまだ3つですが、これからもっと大きなものを作りたいです。最後に風車2本つければ完成です。多分形とかはどうでもよくていっぱいつけてればいっぱい回るんだと思います。こんな感じになりました。早速動かしてみましょう。おお、いいぞいいぞ。風を受けて風車が回っていますね。あ、もしよかったら下の方も回っていただけると助かります。どうやら作り方が違うみたいですね。わかりました。風車で動力を作ってそれをリニアシャーした木と繋ぐためにメカニカルベアリングが必要でした。完成しました。2等式小麦自動収穫機。これでどうでしょう？あ、いや、合ってるんですけど違います。もしよかったら反対に回っていただけると助かります。このレンチみたいのを使うと回る方向などを設定できるみたいです。よし、これで今度こそ2等式小麦自動収穫機が完成しました。早速動かしてみましょう。ああそうですそうです。完璧です。動作はゆっくりですが作物はそんなに早く成長しないのでこれでいいでしょう。手前のまだ成長しきってないのはそのままに、収穫できるやつだけを取ってくれるようです。いいねいいね、人参も小麦も問題なく収穫しています。あ、よかったらそのままアイテム回収とかもしていただけると。どうやらチェストをつけないとアイテム放置してしまうようですね。チェストをつけるには接着剤が必要で接着剤にはスライムボールが必要でした。スライム探すの大変だなって思ってたら小麦を引いて生地にして染料で染めるとスライムボールになるようです。それで今見てるのが石臼です。横から歯車で動力を与えると良いみたいです。そして今見ているのが歯車を90度回転させるにはどうしたらいいか試行錯誤してる様子です。全然できませんね。やっとできました。大きい歯車を使えばよかったんですね。プレス機と同じように投げ入れれば引いてくれます。あとは専用に骨粉が必要なのでスケルトンを倒しに行きましょう。数年ぶりのクリーパーとの戦闘です。周囲の安全を確認して、あれ、なんか剣も変わってるんですね。もう一回周りを見て、これで倒してしまいましょう。このくらいで倒しきれたイメージだったのですが、死にそうなんで一旦帰ります。お、いました。数年ぶりのスケルトンとの戦闘です。お腹減ってるので先に食べます。あ、これ結構やばいやつだ。一旦撤退。スケルトンってこんなにエイム良かったでしたっけ？ああこれはダメなやつだ。って思ったら逃げられました。絶対許さない、日の元日本の力を見せてやる。おはよう。おはようございます。絶対許さない。木の下に隠れてました。卑怯ですね。直接戦っても負けそうなんでこの木を全て伐採します。よし、やっと燃えた。この時は知らなかったのですが、スケルトンって影に隠れたり水に入ったりするみたいですね。皆さんは、服務の先生、って聞いたことがありますか？警察、消防から一般の公務員まで宣誓することが義務付けられています。自衛隊員も例外ではなく宣誓するのですが、最後の一文は、ことに臨んでは危険を顧みずにをもって責務の完遂に努めもって国民の負託に応えることを誓います。まさに今がその時、ぶっこめー。ふふ。いや、骨落とさないのかよ。まあ、服務の先生紹介できたからいいか。今度きちんと紹介したいと思います。そしてコンポスターで骨粉が作れることが判明しました。あのスケルトンは無駄な犠牲になってしまった。全然たまらない。そんなこんなでなんとか接着剤が完成しました。ついでにメカニカルハーベスターを追加します。この接着剤を使うとチェストを取り付けられます。ついに、新人式小麦自動収穫機が完成しました。動く方向も問題なし、収穫する様子を見ましょう。ドロップせずにきちんとアイテムがチェストに収められています。ただこれだと取り出すのに一度機械を止めないといけないですね。自動で搬出するには別に機械を作る必要があります。でも今はこれでいいでしょう。久しぶりのマイクラと初めてのモッドでよく頑張ったと思います。よし、別名あるまで働き続けるように、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。